Hi, Abby. I'm Japanese and I went to New Zealand. I'm in New Zealand now. Today, this time, I speak Japanese and I talk about English mind from coming New Zealand.はい、というわけで今回ですね、まあ、ちょっと日本語で喋ってみようと思います。まあ、ちょっとね、まあ、英語についてね、ちょっとまあニュージーランドに来てね、まあ、オンライン英会話を日本で1年間やってきた時と、あとはまあそのニュージーランドに来てからやってきた時とで、まあ、ちょっと変化があったので、まあ、1週間しかね、まだニュージーランドいないんですけども、変化があったので、ね、まあ、そのについてちょっとシェアを、ね、したいなと思ったので、ね、お話をしていこうと思います。まあ、結構ね、まあ、英語はね、本当にね、まあ、僕は喋れてないですし、まあ、この最初のね、冒頭の自己紹介やったようにね、本当に普通の人よりも喋れてないくらいね、喋れてないという自覚があります。で、まあ、そういった中ですね、まあ、ずっと海外にね、まあ、その海外に憧れみたいな、海外に行って楽しそうみたいなのがあって、まあ、ずっとね、海外に行こうと思って、まあ、1年間ですね、まあ、去年の2022年の4月から1年間、まあ、アクエスっていうところのオンライン英会話をね、やってきました。で、結構、まあ、しっかりとね、まあ、オンライン英会話も、まあ、文法をしっかりね、やりますし、まあ、結構その辺でね、まあ、だいぶ英語力も、まあ、1年前よりはだいぶ過ぎたかなっていう状態で、まあ、ニュージーランドにやってきたんですけども、やっぱりその、フリーカンバセーションって言って、まあ、その、なんだろう、フリー会話、フリートークの時間はなかなかね、その、まあ、うまく喋れなかったっていうのがずっとあって、まあ、どうしてもフリーズしてしまうっていうのがあったんですけど、まあ、ここをね、ニュージーランドに来て1週間経って、実際正直ね、ほとんど、まあ、この A&B とか、あとも普通に観光バス乗って、まあ、観光する、買い物行くみたいな、自炊するみたいな感じの生活をしてるので、めちゃくちゃコミュニケーションをね、まあ、英語で取っていたわけじゃないと、ほとんどね、ほとんど喋ってないような、に気はしてるんですけども、まあ、それでもね普通になんかまあ海外で住んでる、いわゆる海外で、まあ、特にコミュニケーションをたくさんするわけでもなく普通に住んでいる状態で、まあ、英語力そんなに伸びてないだろうなっていう自覚があったんですけど、それでも1週間経った今、久しぶりにオンライン英会話やってみたら、だいぶねなんか喋れてましたというか、まあその喋れたのその定義にもよると思うんですけども、なんか間違えてもいいからたくさん喋れたなっていうのがすごくね、ありました。で、なんか結構その日本に住んでいてオンライン会話を受けている時っていうのは結構なんか、ま、間違えたらどうしようみたいなのがすごいあって、なんかまず主語 I want to like have take get で動詞みたいな、動詞は目的語かみたいなのがあって、結構その順番でね、なんとか喋ろうっていうのがあったんですけど、もう最近本当に今日もなんかまあ today みたいな、なんかもう last Thursday とか、なんか I went to New Zealand、I left for Japan とか、なんか、ペッパーソルトとか、なんか I ate steak とか、なんかいろいろね、なんかまあ本当にまあ簡単な英語なんですけど、なんかそういうのをどんどんね、まあ、出すっていうのが、まあ、そんなに喋ってなかった割には、なんかそれがなんか瞬間的にその簡単で短い文がパッと出るみたいなこの変化があったので、すごくこれはねいいなと思いました。で、だから本当にね、なんかまあオンライン会話をまあ海外に行く前にやったっていうのもまあ良かったなと思うんですけど、まあ、やっぱりオンライン会話だけではやっぱり到底ね、まあ喋れるようになれなかったです。僕の場合はまあやっぱり海外に行ってこそなんかその喋れる瞬発力みたいなのがあって、まあ、これがすごくね、まあ、大事かなと思ったのでね、今日これをシェアしました。でもすごく海外にまあただ住むだけ、まあ、海外本当はシェアハウスとか、あとまあ語学学校とか、あと現地のなんか仕事、なんかレストランで働くとか、多分それをやった方がめちゃくちゃ英語力つくとは思うんですけど、結構きついと思うんですね、それって。だから一応僕は本当に一人部屋、シングルルームで、まあ、ただ自炊をして、ただスーパーに買い物行って、ただバスに乗って、普通の生活を、まあ、ただ外国でしたっていう一週間を送ったんですけど、まあ、それでも、なんか、その英語のメンタルブロックみたいなのが外れたのは、
結構大きかったなとは思いますね。まあただあとね、まあ、日本人とも僕は本当に会ってないというか、まあ、1日だけ会ったんですけど、それ以外はほとんど会ってないので、まあ、そこも大きいのかなと思いますね。なんかずっと、まあ、英語に囲まれた生活はしてないんですけど、やっぱりそれでも海外にで、まあ、生活をして、まあ、単語が英語なので、やっぱりその買い物行くにしても、なんかそのね、なんか提出物、結構銀行の手続きとかマイナンバーの手続きとか、まあ、英語の手続きをずっとパソコンでやったりとかメールでやったりとかしてたので、まあそれもあって、ね、だいぶね、まあ、英語力というか、なんか英語に対するなんか苦手意識みたいな、なんかやらなきゃいけないみたいなのがだいぶなくなったのかなと思うので、やっぱりね、なんか来てよかったなと思いますし、なんかオンライン会話で伸び悩んでるとか、日本で英語を勉強し伸び悩んでる時っていうのは、普通に海外に旅行するとか、普通にただ海外で、まあ、そんなに英語に頑張らずに、ただただすぐ住んでみるとか、ただただ暮らしてみるとかっていうだけでも、すごくね、効果があるようにね、感じましたのでね、ちょっとここに参考にしてもらえたなと思います。はい、そんな感じで以上になります。ありがとうございました。